海水まかり無かかんは、クレが1961年に発表した、狂劇2曲。1959年4月、上海で、衝撃を見た、毛沢東が、海水の直言、カン,カン精神を宣伝するように秘書の故郷木に、指示したことを受け、当時の北京市副市長、聖火大学教授の秋吉研究者であるクレは、海水を論図等の歴史エッセイを発表していた。 毛沢東はこの年8月の露山会議で大躍進政策の修正を求めた国防部長の法徳会を失脚させた後、左派の海水と右派の海水を分けなければならないと述べた。これを受けて、クレは海水についてという文章を9月に人民日報に発表し、遠極に法徳会批判に同意した。クレの海水への言及を読んだ北京京劇団団長のバレン領がクレに 海水を描いた擬曲執筆を依頼、クレははじめは、強撃の素人だからとためらったが、結局執筆を引き受けた。何回かの書き直しの後、1960年11月に完成した。題名は、当初は海水だったが、友人の勧めで海水まかり無かかんとした。北京文芸1961年に1月号に掲載され、 北京京劇団によって1961年2月11日より上演された。マカリムかとは職を辞めさせられることで、タイトルは、海水の免職というほどの意味である。作品の内容は、明の時代、正義派の管理の海水が、順部に任せられて赴任した土地で、民衆を苦しめる悪徳地方官僚を懲罰して、民衆を冤罪から救済し、地方官僚が、 民衆から没収した土地を民衆に返還したため、地方官僚の陰謀で官職を罷免されるが、罷免の直前に悪徳官僚処刑を断行したというもの。暮れは、海水が火星三角をいさめる上訴をして罷免された火星十五年の物語は、すでに上海で、上海協議委員長、周信義らによって激化された海水上訴があるので、地方官僚の陰謀で罷免された。 高吉三年冬の物語を取り上げたのである。上演された舞台は著名な歴史学者が強劇技曲を書いたという新鮮さとバレン・リョーラの演技で成功したが、強劇の苦労とからはあまり好評ではなく、上演は長続きしなかった。1965年11月10日、洋文言は上海の日刊誌文解法に新編歴史劇。 海水マカリムカカンを表すと題した論文を発表した。この論文は、海水マカリムカカンの冤罪取り消しと土地の民衆への返還は、反革命分子らの冤罪取り消しと集団化された土地の農民への再分配、人民公社解体を主張するもので、海水マカリムカカンはプロレタリア独裁と社会主義に反対する独創であると攻撃するものであった。当初、 なぜ突然この劇を批判したのか用の真意を疑うものが多かったが、用の意図は、毛沢東の意向を受け、呉の上司である方針を失脚に追い込むことであった。要は、大伝を大躍進後の調整政策で導入された三次一方に、また、平国を右派認定された人種への名誉回復に重ね合わせて批判し、その真意は方針の上に立って、 それらの政策を主導した国家主席の劉暢期への批判だった。毛沢東はさらに1965年12月21日外部談話で、要文言の文章もいい。しかし旧書に当たってはいない。旧書とは、まかり無か感だ。火星皇帝は海水を罷免した。59年我々は法徳会を罷免した。法徳会も海水だと述べ、強引に本来は、 無関係だった、海水まかりむかかんと、法徳会悲を結びつけた。この毛沢東の談話で、海水まかりむかかんは、法徳会会人を批判、影さした作品だという印象が急速に形成された。後世や後世は、その前年以前より、海水まかりむかかんは批判すべきと主張したとされ、後世は、毛沢東に、直接、海水まかりむかかんを、 法徳会とと結びつけるよううしたとい楊文玄の論文は後生が、長春教と共謀して秘密裏に執筆させたものだった。楊文玄の論文は12月になって、北京の新聞雑誌にも転載されて、議論の対象となる。この事態を収集するため、中国共産党の文化革命五人小祖の組長だった方針は1966年2月にを召集して、論争を、 学術の枠内で収めるように図る2月要項を作成、党内でも承認を得た。ところが、毛沢東は4月10日になって2月要項は間違っており、党中央宣伝部は左派を支持していないと一転して批判した。5月に開催された共産党中央政治局拡大会議で2月要項の取り消しと文化革命5人章その廃止。 中央文化革命省その設置を盛り込んだ5.16通知が決定されるとともに、方針は陸定一、大隋教、洋商根と結託した半島集団であるトリンピオに指南されて失脚する。5.16通知は、閣僚域のブルジョア階級の代表者を批判一掃して権力を奪取せよと呼びかけるもので文化大革命を発動させることになった。結果として、 この論文は文化大革命の序幕となる。クレは文革中の1968年に新城漢獄に投獄され、1969年11月10日に獄中で死亡した。周正周毛拓等が海水についての劇を見たのは、1958年12月に水見南省の調査で上演された、聖支配が最初である。これは、 コナン商党委員会第一初期の州省州が見せたものであり、州自身も毛沢東の推し進めた大躍進に反対し、1959年の露山会議で報徳会に連なる半島集団として批判、左遷されることになる身の上であった。大躍進をめぐって批判を受けながらも、州は自らが管轄していた湖南省では、 大躍進政策を積極的に行わず、結果として大躍進の失敗から全国的に菓子が蔓延した中にあって、湖南省では菓子を食い止めることになった。修正集は自らを海水に見立てて劇を上演した。ABCDEFGH セト2015年ピアニッシモ2160から 261ABCD& オー田、辻。 1988年、ピアニッシも34から35セット。2015年、ピアニッシも268から271セット。2015年、ピアニッシも262、271。ハット ABCDE セット。2015年、ピアニッシも265から267自留地。農民が自分で自由に工作できる土地。自由市場。 自流地などの産物を自由に売買できる市場。自負益。黒字赤字の自己責任。みさ産。イタルド。農業生産の確保受け負い制。ハット AB 安藤。大田。辻。1988年。ピアニッシモ。35から36。安藤。大田。辻。1988年。ピアニッシモ。37から38、A。AB 安藤。大田。辻。1988年。 ピアニッシモ、も40から44ありがとうございます。